テレビ版議会でより今回は小室市議会12月定例会で一般質問に立った18人の議員のうち後半9人の議員の質問内容と回答について主なものをご紹介していきます田中俊光議員です民間施設・公共施設への太陽光発電蓄電池導入についての計画策定状況はどうか質問市長は選定された 脱炭素先行地域の計画において民間施設は194施設、公共施設は13施設で導入を予定している、脱炭素先行地域の取り組み以前より株式会社、シーエナジーが市内の公共施設などを対象に技術面や採算面から再エネ事業の事業化の実現可能性を調査している、そのような既存のデータも活用し計画策定を進めていると述べました。 戸建て住宅への周知や補助の予定については、市長が、令和6年度当初に市民を対象としたシンポジウムを開催し、その後、株式会社シーエナジーが順次個別に説明し、周知していくなどと述べました。土屋都市議員です。経済対策において、低所得世帯支援枠の追加が盛り込まれたが、市の取り組みはどうかただすと、市長は、物価高に最も苦しんでいる低所得者に、 夏以降、1世帯3万円の支援を実施、さらに7万円を追加支援、年内の予算化に向け検討していると述べました母子健康手帳の ICT の導入については、市長が子育て世代が抱える育児不安の解消や支援にアクセスしやすく、自治体の情報も届きやすいツールとしての効果もあり、検討を進めていると回答 対象方針の発症予防のためのワクチン接種の助成制度については県の考え方や他市町村の動向を踏まえ検討していくと述べました掛川武議員です小室市学校再編計画では小中一貫教育の推進について9年生の義務教育学校の導入に向け検討としているが視野に入れているのかと出しました教育長は方向性を決めるのに悩んでいる部分だが義務教育学校は プラスになるところが多いと実感している。小室東中学校は、一つの学校にすることは難しいが、先進校は学園制の中で交流できるような工夫をしている学校もあるので、まだ先進地に学ぶ余地はあると回答しました。仮に、足原中学校が義務教育学校になったときに、小室東中学校区は2校に分かれるが可能なのかただすと、教育長は学園制でやっている学校がある。 学園長がいて各小学校に校長がいるという形はできると述べました小林哲子議員です放課後でアスパラキッズ閉鎖まで市としてはどのような支援をしていくのか質問市長は社協では令和7年3月31日を期限とし廃止し利用者と相談しながら他の事業所への移行を順次進めていると聞いている市としては 児童発達支援センターや社協とともに状況を共有し移行支援に慎重かつスピード感を持って進めていくなどと述べましたまた小室市内での婚活に力を入れてはどうかただすと市長は観光局のボルケーノラブカツでは過去12回の開催で83組のカップルが誕生市内の婚活支援としては県が構築した長野婚活マッチングシステムの活用や 結婚新生活支援事業補助金の支給などを検討していると述べました竹内健一議員です犯罪被害者等支援条例制定への課題と現状はどうか質問しました市長は庁内専門職の協力体制整備と研修を重ね相談窓口の機能充実を図っていく全国1721の自治体のうち835が制定していると回答しました 小室市社会福祉施設等価格高騰対策交付金の状況はどうかただ,だすと市長は県の支援金に上乗せして67の高齢者施設、39の障害者施設、65の医療機関などへ支給していると回答、新たな支援対策については国から住民税非課税世帯へ1世帯7万円の予算化が求められ今定例会で追加補正するとしました。 清水美希恵議員です子どもたちの表現力やコミュニケーション力自己肯定感を高めることができるようアートの手法を活用したプログラムを教育現場で取り入れるのはどうかと出しました教育長は東小学校での実践状況を聞くに子どもたちの生き生きした姿が想像され大変興味深い異年齢・同年齢の交流を促す一つの教材として教員間で授業公開などにより 情報が共有されるように促しししたたいと回答しました不妊治療について小諸市としての支援体制はどうかただすと市長は不妊治療の保険適用・適用外にかかわらず自己負担費用の助成を行っている長野県妊活支援サイト、妊活長野でさまざまな情報を得られるよう支援を行っている市ができる対策も検討していくと述べました。小林重太郎議員です コロナ禍により体力・体格について、その影響をどのように認識しているか質問。教育長は、令和4年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査結果の概要によると、当該調査の体力合計点の状況については、令和元年度から連続して、小中学校の男女ともに低下している。低下の主な要因として、新型コロナウイルス感染症の影響による マスク着用中の激しい運動の自粛なども考えられると分析されており、小諸市も同様の状況があるものと認識していると述べました。また、学力についてその影響をどのように認識しているかただすと、教育長は、長野県子どもと子育て家庭の生活実態調査によると、学校の授業がわからないと感じること、不安や気分が沈むことについて増えたと回答した学年が多くなっている、 一般家庭に比べ困窮家庭の方が多くこの調査結果は小諸市においても同様の状況にあるものと認識しているなどと述べました早川人氏議員です政府の進める期限を切ったマイナ保険証への移行は断固反対であるなぜなら国民会保険制度を根幹から崩しかねない事象が横行しマイナ保険証を使った受診でトラブルや混乱が相次いでいる 他人の利用情報が紐づけられるなど、命に関わる危険があり、絶対にあってはならない。市長、どう思うかなどと話しました。市長は、トラブルや命に関わる部分はその通りで、現在、国の責任において最善を尽くすべきと考える。保険証のマイナカードへの切り替えは、デジタル化時代への要請があるので、進捗状況、改善がどの程度まで進んでいるのか見極めて、 国の責任で進めてもらいたいと述べました田辺久雄議員です小室医療センター東海大学医科学研究所との関わりは市民益につながっているか質問市長はコーチトレーニング合宿の誘致の推進によりアスリートの来訪と市民交流からつながる交流人口の増加地域のブランド力向上に努め地域の活性化を図ってきた小室医療センターには市民向けに 健康増進プログラムへの理学療法士の派遣小諸健康サポート教室の開催など市民の健康増進に係る様々な取り組みを進めているなどと述べました市民との関わりについては市長がエンジョイラーニング教室を三井住友会場女子陸上競技部と共催で開催し小中学生や親子参加で多くの皆様と交流ができたなどと述べました テレビ版議会でより今回は12月議会で一般質問を行った18人のうち後半9人の議員の質問内容と主な回答についてご紹介しました時間の都合上詳しい質問内容と回答については議会でよりをご参照ください